平湯峠は岐阜県高山市にある飛田山脈の輝山と大崩れ山との暗部の峠。標高は1684メートル。平成の大合併前までは入川村と上宝村の境でもあった。神通川水系宮川の支流である筆川と同水系高原川の支流であると谷谷との分水嶺である。峠付近の下部を 国道158号の平湯トンネルが貫通している。1978年に平湯トンネルが開通するまではこの峠を国道158号が横切っていたが、同トンネルの開通に伴い峠道は岐阜県道に変更された。高山市街方面より平湯温泉までを直接結ぶ道は平湯峠を越えるものしかなかったが、平湯峠を頂点に平湯温泉側、 高山市が一側ともに急カーブや急勾配が続くアイロであり、道トンネルが開通するまでは難所となっていた。乗り倉スカイラインも含めた岐阜県道は、冬季通行止めとなる。平湯峠から、先の乗り倉スカイラインでは、マイカー規制により、バスとタクシーを除き一般車の通行が禁止されている。平湯峠前後の区間は、以下の県道に指定されている。平湯トンネルは、 延長2430メートルのトンネル。標高1445メートル。平湯峠の約240メートル地下に供用されている。1978年に供用開始した。なお、1997年、平湯温泉から長野県側の中の湯温泉を結ぶ安房峠にも、安房トンネルが開通し、高山市街と松本市中心部や、 首都圏方面との交通の利便性が向上した。東京都と高山市を結ぶ高速バスなどが両トンネルを経由している。ありがとうございます。